まさに内閣限りで法律と同じ効力を持つことができるのであればですね、これはナチスドイツの国家受験法と全く一緒です。先ほどですね、ナチスの受験法というですね、いささかちょっとこれ限度を超えた批判がございました。ぜひそうした批判は慎んでいただきたいと。この草案につきましては、我々野党時代、谷垣総裁の下で作られた草案でございます。大規模な災害が発生したような緊急時のことを言っているのでございまして、平時にですね、行政府がこれは権限を持ってやるということではないわけであります。大規模な災害が発生したような緊急時において、国民の安全を守るために国家そして国民自らがどのような役割を果たしていくべきかを、憲法にどのように位置づけるかについてはですね、極めて重く大切な課題と考えております。三権分立を一つにまとめますっていう、独裁者にとってはものすごく美味しいパックになるんですよ。これ好きな法律を作れて、そして予算も自分で決められて、いちいち国会通す必要ないんですよ。そういうふうなことになってくると、もちろん司法だってその総理大臣の考える方に寄っていきますよね。まさに独裁条項とも言えるようなもんなんですよね。安倍さんがやろうとしている憲法改正もデタラメです。そういうものだと思ってていいと思います。それぐらいの疑いの目を持って見てください、ね、疑ってみないとダメです。絶対に政治は、いや個人の権利、個人の権利、個人の権利任せないかと、いやそこはまさにそういうもっと大きなものを守るために個人の権利を抑えて今はこうですよっていう、そういう意味での憲法にそういう精神も規定もないから余計弱いんです。確かに今回私は交付すべきだと思います。でも憲法にそういう緊急事態条項とかあれば、もっと多分の経緯に緊急事態を法律に基づいても発令できたのかもしれない。自分の国は自分で守る、そして自分の国を守るためには血を流す覚悟をしなければならないと思います。血の覚悟なくしてこの国は守れません。憲法を変えたいって言ってる人たちのその本当の部分、本質の部分、ほんまは何なのかってことまで、見ないと美味しそうなことまで釣りますから、キャッチフレーズだけで釣られちゃダメですよ。自民党改憲草案の中身、その中の本丸です。教育の無償化、嘘嘘。参議院の制度改革、嘘嘘。一番欲しいものは、世界中の独裁者になりたい人たちが欲しがる魔法の杖。三権分立なんてなしにできる。全部力を集められる。例えばアメリカの場合、国家緊急権は何度も行使されて、独裁国家にはなっていないので、適正に行使されていると考えられます。これは厳格な憲法分立があるからです。大統領には議会に法案提出権はなく、宣戦布告は議会の権限なので大統領は勝手に戦争ができません。また裁判所は法令について違憲判決をバンバン出しています。例えばトランプ大統領の大統領令にも裁判所は違憲の仮処分決定を出しています。これに対して日本は議院内閣制であり、国会の多数が内閣を形成するので、国会は政府、内閣を抑制できません。また裁判所は憲法判断を回避し、政府の行為に追従するような判決を出していますので、政府を抑制することはできません。一番重要なのは主権者である国民の意識です。アメリカではイギリスから独立した経験があり、権力に対する警戒心があって、小さな政府が良いという考え方をしています。これに対して日本では独立の経験がなく、権力への警戒心がありません。国が言うから信頼しました。国が私たちを守ると思っています。今回の大震災で自衛隊は出ました。仮にあれが有事であったとしたら、朝鮮半島からミサイルが飛んできたとしたら、自衛隊は民間人を助けるよりも戦いの方に絶対優先して使いますので、当たり前の話です。そういうものです。自分たちは何もしません、逃げるだけです。あとは自衛隊と米軍なんとかして頂戴なという国は国家として非常に脆弱なのでしょう。日本では独立の経験がなく、権力への警戒心がありません。国が言うから信頼しました。国が私たちを守ると思っていました。権力に対する警戒心というのはないんです。したがって政府が一旦権力を握ってしまったら、これは戻らないと思います。
永井さんは改めてこの憲法の改正を考える場合にどんな視点を持つことが大事だというふうにお考えですか？憲法には改正規定があるので、憲法改正は憲法自体が予定していることです。しかし、憲法は最高法規なので、法律の上に存在しています。したがって何らかのニーズがあった場合、まず法律で対処することを考えて、これができないときに憲法の解釈を考えて、それでもできないときに初めて憲法改正を考えるべきです。今の憲法改正論は、まず憲法を改正することを決定して、そのためのニーズを探している状態です。これは本末転倒であって、このような改正に私は反対です。永井さん、今朝の話どうもありがとうございました。思想信条の自由、言論の自由、表現の自由、信教の自由、我々はいろんな自由を持っています。そんなことをやってはならない。そう言われたとき、この日本という国が危うくなったときに、国民の皆様方に一定の義務をお願いする。釣られちゃダメですよ、ね、疑ってみないとダメです。絶対に政治は。